藤井六冠が菅井達也八段の挑戦を受ける AO 戦五番勝負第4局は岩手県宮古市で行われました同じ局面が4回繰り返される千日手が2回成立する熱戦となりましたが90手で菅井八段が投了藤井六冠がシリーズ3勝1敗で AO 3連覇を達成しました 今年度初の防衛に成功した藤井六冠が、次は最年少名人と7冠を達成するか、注目の大一番となる名人戦第5局は、今月31日と来月1日に長野県で行われます。